下とは、仏典の中で、仏の教えや仏、菩薩の徳を称えるのに、因文の形式で述べたもの。下駄、下駄とも音写し、意訳して、下章と言う。対して、三文部分を、おさゆきと言う。仏典に最も多く出てくる十六音節二行の三十二音節よりなる首ろかを言う。漢訳は、この一下を四字、または五字の四句に訳すことが多い。義のの意味では、 前に三文がなく、陰文のみの教説である、国旗下と三文の教説に続いて重ねて、陰文で三文の内容を解く重傷下がある。漢訳仏典の下画像の三行目までは、おさゆきで、四行目からは一句五字の下になる。北家行方便品、第二の一部漢訳の下は、外見は漢詩と同じだが、陰を踏むことは少なく中国の詩の体を成していない。前奏などが、 サトルザカイを陰文の定裁で述べたものを、下と呼ぶ。中国の下は、応印しているのが普通であるが、日本人のゲと呼ぶ儀式に使用される方語には破格の、ものも多い。層の作るゲと、普通の詩の体を成す陰文とを差別する、監視研究者も一部では存在する。なお、インドのガータと監視の成立では、前者の方が古いとされている。自習の回想となった一辺が、 自身と名乗っていた1274年頃、高野山を巡礼した後熊野で100日間の参道を行い、その満願の日に熊野権現の信託を受けたと言われる。それは、六字明号一辺、法、十回、絵章一辺、対、万行理念一辺章、人中上上明号花の四区からなる下の形となっており、各区の頭文字が60万人となることから、 60万人の下と呼称される。後に彼が一辺承認と称されるようになったのはこの下によっている。ありがとうございます。